西武の山野辺かける選手は、初回一番打者として満塁ホームランを放つ、離れ技を演じました。6月21日にカーミニックフィールドで開催された二軍公式戦、西武対日本ハムの1回裏、一番サードでスタメン出場した山野辺選手は、第一打席に二塁打を放って出塁すると、そこから打線はつながりにつながり、6点を奪ってなおもノーアウト満塁で再び打席が回ってきます。日本ハム先発、メネズ選手の3球目を捉えると、 打球はぐんぐん伸びてレフトスタンドへ。これにより、初回に一番打者がノーアウト満塁からホームランを放つという、とてつもない記録が誕生したのでした。